魔物が封じられました。神の起こしたも奇跡に感謝いたします。ダニエルちゃんどっか行っちゃったんかな。あ、来た来た、ゼッペリンさん。なんと愚かな、私の慈悲深い計画を無視するとは。まあ一応ね、問答無用じゃないだけね。確かに。この人にとってみればね、魔物の巣が壊されたってイコール、つまり、俺にしてみればさ、町が壊されたのと一緒だもんね。魔物には魔物の言い分があるんだろうな。知らんけど。うん。土地への執心はよくわかった。では、こうすることとしよう。貴様はブラッドプールのためはこの土地に生き続ける限り永久に私は生贄を差し出すのだ。たったそれだけで愛する土地にとどまり続けることは叶う。実に安い犠牲であろう。次に私が訪れるまでに今回の家を誰にするか決めておくのだな。ヤマタナオロチみたいなこと言うな。いや、なんか問答無用でさ、なんか破壊しに来ないだけ、なんか人型って感じしますよね。うん。ミノタウロスより話全然通じそうだよ。悪者だけどな。うん。オッケー。うん。これたまにね、なんかね、時間経過でね、ランダムでなんかね、魔物が襲来してくるんですよ。まあ、ちょっと鳥作ろうかな。鳥を作ろう。鳥、あ、どうしたどうした。ああ。生贄を捧げるか、ブラッドブルーのこの土地を、の土地を去るか。まあ、隣にフィルマーっていう土地あるけどな。さすがに迷惑はかけられんよな。どちらを選択すべきなんでしょうか。土地を去りましょう。ダニエルちゃんはね、ゼッペリンさんの恐ろしさ知ってるからな。納得しないだろうな。テディとか絶対納得しないでしょ。民の中にはダニエル、お前を生贄に捧げるべきだと意見もある。生贄を出すことにしようよ。テディ、お前が行くと。誰も自分だけは生贄なんてなりたくないだろう。これ、くじを用意した。ああ、いや、生贄出すの前提か。ああ、そうだよな。まあ、神様が何とかしてくるなんて思ってないもんな、この人たちな。ね。神はいるかいないかわかんないけど、まあ、なんか見守ってくださってるんだろう、みたいな。なんか、ね。フィルマーの時はね、なんかこう、いいからって言ってやったけど、まだブラッドブルーの人たちは神様が本当にいるかどうかはちょっと信じきれてないところあるからな。それしかないのかもな。毎年一人でいいならってなっちゃいそうなところが怖いよね。このくじを引いて。多数の安寧のために一人を犠牲にする。それが人間たちの選択というわけですね。まあ民主主義といえばそれまで。いやでもまあ、一人で済むならっていう感じだよな。テディ。自分で作ったはずでくるよ。自分で引いちゃうなんてな。こいつはさすがに文句も言えないや。多分、これは、最初からテディが引いたんだろうな。自分で。そういう男ですよ、テディは。でしょ？何言ってる？これはくじの姿を借りて神様が決めたことだ。泣かせるね。さあ、そろそろ行くか。生贄とのもの決まったか、別れの言葉告げ終えたか。生贄どうするんだろうね。この人は、手負いになると狼になるから、狼に乗って食べるのかな。そんな感じ？煮えのありかを。誰も差し出しません。なんだと。ブラッドブルが大、ああやっと決心したか。それでこそ英雄。お、いいですね。この人もなんか弾出すのかな。おー、ダニエルは青い弾ってことね。色が違うんだろうな、土地によって。お、出た。冷たそう。英氏の宝玉、星玉の声優、声優じゃない、英雄。英氏、守る。私が英雄？英雄だと、くだな。儚い君、今これ、追いさせてくれるわ。あー、ここで来るのね。決して自分ではあまり手を下さないんですね、ゼッペリンさん。よし。神もいるぞ。ヒロトスもいるからな、ついでに。じゃあ、犠牲と強さやりましょう。あー、多いなー。大型ローバルが、また大型の獣いるのか。あ、ヒロトスにも使おう。はい。あれ、ビラ上がった。
で、ダニエルにも使っちゃおうぜ。はい。オッケー。よし、じゃあやろう。なんか大型が言うって書いてあったな。大型ローバの撃退ね。うん。あ、でっけえ魔物がいるってことか。どっから来るんだ。ここか。あとは、そっちか。あ、やばいやばいやばい。上か。こっちか。こっちだ、こっちこっち。ここ行こう。よし、オッケー。うわ、なんかでけえのいる。うわ、でかっ。上空から鳥に進行始めました。危険です。なんとかやつを迎え撃ちましょう。あいつを倒すの？うわ、めっちゃ来てる。やばい。時間稼ごう。こっちにちょっと集める感じ。集まれ、集まれ、集まれ、集まれ。あー、オッケーオッケーオッケー。ちょっとでも足止めになればいいかな。全然効いてねえじゃん。強いなぁ、敵。あー、あいつも来た。やばい、フィロトス呼ばないと。ダニエちゃん、ちょっと頑張ろう。頑張って。これをね、いやー、これちょっと。ダニエちゃん、頑張って。オッケー、いいよ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 。オッケーオッケーオッケー。これ溜まるんじゃない？すぐ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、オッケー、いいよいいよ、いいね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 。鳥で、鳥、もう壊された鳥で、マジかよ。これは、こいつを、こいつ集めちゃう。こいつ上の方に集めちゃう、これこんな感じで。で、足止めをしつつ、英雄を召喚、英雄をね、フィロトスをここに召喚しよう。ほら、やべ、あとは、あとあれだ、柵を、あー、ここ少ないさ、くっそ。やばいな。いろいろ作る。ここにも作っとく。ここも作っとく。ここも作っとく。で、ここも作りましょう。OK。で、神の雷を振らせよう。あー、SP 速、マジかよ。どっかに何か。あった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 。ここ大丈夫？回復、OK。なんとか耐えてくれよ。ここは、こんな感じで神を落とします。OK。よし。ここ大丈夫かな。結構砦で強化したのにすぐ崩れそうだ、まずい。大丈夫か？うわ、やばっ！あれ、やばい。やばい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 、これやばいな。これやばいな、どうしようかな。まずいな。ダニエレちゃん、あそこの砦でちょっとしょうがないな、これも。ダニエレちゃんを交代させよう。こっちに交代させて、ここまで交代させよう。そうすれば、あいつはこっち来るだろう。リンゴないかな？ちょっとの足止めしたいんだが。あー、壊されちゃう、これ。マジかよ。フィロトス大丈夫か？フィロトスはここにいるのね。オッケー。それならいいや。で、ダニエルちゃんにはそこの砦を守ってもらう。あいつこっち来るだろう。どっち来るの？あ、こっち来るのか。じゃ、ダニエルちゃんはちょっとこっちだな。ここにいてもらおう。ここに来てもらおう。オッケー。いいよ。で、フィロトスは、フィロトスこっち、ここ。オッケー、そんな感じ。いいね、いいね、いいね、いいね。よし、来た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 。で、回復してるでしょ？ここも来たなぁ。フィロトスにあいつらやってもらおう。よし、オッケー、回復するぞ。なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる。なんとかなる、頑張れ、頑張れ。フィロトス、頑張れ。倒せ。そいつは倒すんだ。リンゴ、リンゴ、リンゴ、リンゴ食え、リンゴ食え。ここはここで魔法攻撃あるからいいんじゃない？あー、いいー、ちょっと減らされてるけど。よいしょ、OK。 頑張って。なんとかなんとかなんとか。頑張って、なんとか。リンゴ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 欲しい、リンゴ欲しい、リンゴ欲しい。風魔法だ。風魔法で。あー、SP 足んねえ。バカ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 。SP が足んねえよ。やばいやばい、リンゴ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 ない、リンゴ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 ない。壊される、やばい。リンゴない、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 リンゴない。リンゴない、リンゴない、リンゴがない、リンゴがない。やばい、ダニエちゃん交代だ、これ。まずい。この辺まで交代しよう。うわー、壊された。くそ、あいつ次どこ？ああ、本当に取りに来るんだな、あいつ。マジかよ。リンゴ、リンゴ、リンゴ、リンゴ。あ、いい SP。あ、いい SP だ、これ。いい SP。こいつはちょっと集めちゃおう。こっちの方に集める感じ。よし、OK。集まんなかった。もうちょっとだぞ、でも。もう少しだぞ、もう少し。うわ、ここもこいつらも本当にもう。よし、オッケー。で、あとはフィロトスはこっちいいか。もうちょっとだよ、もうちょっとやられる。あ、やれる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 、頑張って。よしよし、人間たちもやるじゃん、やるじゃん。ほとんどダニエルちゃんの頑張りだよ、これ。うん。俺の魔法なんか全然効かないなぁ。ねえ。モンスターにね。風とかなんかね、なんか、青い人だけだったね。全然減ってなかった。
ダニエちゃん強いわ。うん。うん。これゼッペリンさんも真っ青ですよ。どうしよう、俺が行かなきゃいけないかってなってるよ。うん。我々土地も民の命も諦めない。どうか力を貸してくれ、共に戦おう。うん、驚いちゃいましたね。よし、その心意気を見せられた俺が直々にやっぱ行くしかあるまいな。うん、そのことは胸に戦ってくれ。これからも神に力を貸してくれ。よしよし、じゃあ行こう。もうじゃああとは攻め込みに行くだけなんじゃないか。息子のディディがまたいない。またいないの。ここまで一気にすっかり大人なんて見直していたの。あのこと来たらあれじゃないか、城に行ってんじゃない。あ、ここにいるじゃん。あ、何あれ、何やって、何やってんの。魔法教えてんの。何してんの。西の方に普通に魔物集まってる場所があります。そこにテディの姿はありませんか。あー、ダニエラが探してくれてたんだ。なんで僕が。誰誰。あー、洞窟にテディがいる。魔物に囲まれ身が取れなくなっているようです。うん、私が魔力を放って魔物をこちらに引きつけます。一緒に戦ってください。ここ?あ、そこか。あ、絆。魔物の襲撃を乗り切る。はいはい。テディが魔物を倒せる。あ、またテディ。あ、報酬氷の魔法ってある。あ、欲しいですね。これ次のクエストが絆。よし。じゃあ、ちょっと一回。テディは心配だけど、ちょっと一回展開に戻ってセーブするね。それじゃあね。じゃあ一回中断します。じゃあ、この絆をやりましょうか。氷の魔法がもらえるっぽいんでね。やっていきましょう。これで、あれかな?氷魔法ゲットして、ツェッペリンさんのところを攻め込みに行くって感じですかね。うん。まあ、この進行を耐え切りましょう。テディが魔物に倒される。そんな頑丈なのかっていう話なんですけどね、テディが。魔物に倒されるって。ワンパンで倒されそうなんだけど。あそこにいいのか。よし。じゃあ、ダニエルに向かわせましょうか。あ、そうそうそう。柵を作ろう。うん。柵はいっぱい作ってくる。あ、全部作れんじゃん。あとこの辺も作っちゃう。いや、ここに作ろう。オッケー。敵はどっか。あ、いたいた。あそこ行くのか。あそこだ。ごめん。テディは動かせないんだよね。やばいな、これ、ダニエルちゃん。ダニエルちゃん、もっとこっちに行って、テディを援護だ。大丈夫。あ、これ、俺の奇跡も使わないとダメなの、これ。こいつらを、一方に集めよう。ほら。いいね、いいね、いいね、いいね。で、あいつらに雷落とそう。テディが心配だ。で、こんな感じ。いいねー、素晴らしい。フィルゾスを早めに呼びたいね。ね。また出てくる?まあ、SP でなんとかなるかな、こりゃ。オッケー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 。リンゴはまだいいか。テディの体力、テディの耐久力も回復するのかな、リンゴで。だとしたらいいですね。あ、押し来る、フィルゾス。フィルゾスを呼びましょう。じゃあ、フィルゾスをじゃあ、ここに呼ぼう。よろしく。いや、そこ頼んだぜ。うん。で、ここ、あ、ダニエルちゃん、さすが、一人でもいけるね。あのリンゴは残しておこう。で、わ、来やがった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 。フィロドス、ちょっと待て。あ、ここにもいんのかい、マジか。やばいな。フィロドスはそこでいいとして、ダニエルちゃん、ちょっとどうしよう。ダニエルちゃん、そこで守ってもらおうか。こいつら、俺がなんとかするしかないな。あ、取っちゃったよ。でも魔法効かないんだよな。なんとかなってる、フィロドス、これ。うわー、きつ、きつそう。地震とか。あ、地震効く。あ、逆に地震が効くのか。あー、地震そこそこ効くな。ダニエちゃん、あそこそこだけ。頑張って。頑張って。もうちょっと相性悪くて申し訳ないけど、頑張って。なんかあったらリンゴ食うから。ね。頑張って、頑張って。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。もうちょっとだよ。もう少し、もう少し、もう少し。これ大丈夫かな?やばいな。神様の攻撃。やべ。ねえよ、ねえよ、ねえよ。リンゴとかないじゃん。リンゴ出せて、リンゴ。あ、来た来た来た。しょうがない。俺が手伝ってやるよ。じゃあこれで。よし!はぁ。なんとかできたな。だんだんきつくなってきたな、魔物の進行。
お前とやつはみんなみんなに心配をかけて。え、ごめんごめん。結構硬いから大丈夫なんじゃないですかね。神様のお墨付きだよ、こいつ。すげえ硬いよ。あのさなか、耐久度結構残ってたぞ。うん。ダニエル、昔あの城怖い思いしたのはまた近づくなんて嫌かなって。今あなたを知らずに失う方が、あなたを知らずに失う方が怖いです。だから私も頼ってください。本当にもうやっぱりダニエルかっこいいや。今回何をしに行ったんだ。ウルフ・ゼッペンの城へ向かう抜け道がないか調べていたんだ。いつかはこっちから攻め込まなきゃ僕らはずっとここで怯えて暮らすためになるからね。こんなもの見つけたんだ。ん？お、何それ、綺麗な。ああ、そうか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 。これは神に献上せい。うん。神よ、テリーが見つけた氷魔法を捧げます。私にはとても扱うことのできない強大な魔法、きっとこれはあなたの手にあるべきものなのでしょう。それがなんであんな洞窟、なんかテディのが見つけた抜け道とかにあったんだろうな。うん。神の力がね、全国にね、なんかこう散らばってんだろうなって、少佐ですかね。うん、希望の力があると。神様にはないな。神様はさ、希望を集める側だからね。神様が何かを願うってことはないからさ。なるほど、確かに希望の力は人間にしかないのかもしれんね。うん。神様はさ、あの希望を集めてさ、その希望に応えることしかできないじゃん。神様が希望を持つってさ、誰か何かを願うことなんだけどさ、神様が願う先ってさ、何もないからさ、ね。神様には希望の力って備わってないわ、そう考えると。うん。人間も悪くねえな。英雄は確かに神に並び立つ素養のある特別な存在ですが、ただの人間にもその英雄が加わるほど優れた点がある。なんだか面白いですね。うん。俺もちょっと感心させられたよ。よし、氷の魔法、よし、まあ早速使っていきましょう。うん、アーテンを照らすかしながら人たちの様子を見てみましょうか。よし、うん、よっしゃ、今度はブラッドブーで働き手が増え、新たな作、あ、米の栽培が始まりました。あー、いいね。近頃リンゴばっかりだからな。新しい食料の生産技術で我らの町はさらなる発展を遂げていくことでしょう。米の技術は他の地域でも多くの人々に役に立つことでしょう。どうかお納めくださいませ。はい、ありがとうございます。うん、オッケー、米の技術書ね。うん、カサンドラあたりが砂漠の大地だから、そこで米育てることができるかもしれんな。あの砂漠だからな。なんか次確かね、カサンドラ行くんですよ、あの砂漠の大地。うん、なんか確かに他の地域でもらった、あの得た技術とかをね、あの広めていくのも確かアクトレーザーの、機能の一つであった気がする。うん、オッケー。ゼッペニさんの部屋だ。おー、いい部屋住んでんね。我が城に忙しくない。なんとも鬱陶しい光。隠れる気すらない侵入者に会うのはこれが初めてだよ。一体何者だ？あ、来た。天使が言ってくれたのか。僕は神の御使いです。サタンの手先たるお前に尋ねたいことがあって来ました。お前からは人間の気配がします。かつてお前は人間だったのではありませんか？確かね、なんかそんな設定あったような、なかったような。うん。ないかもしれない。だとしたら何だというのだ？神の力であるものを救うことができるかもしれません。神は人を愛するお方です。一度はこのように堕落したままでも、お前自身が望むのであれば。うん、まあ望まないですよね。うん。何がおかしいんですか？そう、ムキになるのって。天使のような滑稽な人に見えるというだけで同情せずにはいられないらしい。私はサタン様、夜の翼より生まれた孫をことなきサタン様の眷属だよ。確かに私には人間の部分がある。この城のかつて、ああ、はいはいはい、そうなんだね。かつて本物のゼッペリンさんを、なんか取り込んだのか、食べちゃったのか。この姿大いに役立った。誰も気がつかれぬまま上司と入れ替え、一人ずつ食い殺していくのにな。ひとときに食らい尽くしてしまったらもったいない。人間どもが明日は我が身と恐怖に怯え、生にしがみつく姿ほど面白いものはないのだからな。ああ、これは、孫をことなきサタン様の眷属、サタン様じゃねえ、サタンの眷属だわ。今もそうだ、逃げるかとどまるか、生贄を差し出すか差し出さないか、そんなことはどちらでもよい。私はただその過程を心ゆくまで味わい、飽きれば殺す、それだけのことだからな。くー、力を持っちゃいけないものが持つとこうなるんですね、世の中って。神に感謝しなくてはあるまい。空空になって久しい私のテーブルにまた素晴らしいごちそうを用意してくれたんだから、お前がどういう存在か今までよくわかりました。よし、行くか。神は今にも力を取りまし、必ずお前を滅ぼしますよ。その時泣いて後悔しても遅いですからね。ん？なんか思うところがあるのかな。
真の姿とはゼッペリンさんの真の姿ということか。よし、じゃあ行こう。もう350人増えたからな。もう行けるでしょ。よし、行ってくろ。ああ、来た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 。お前ら人間のひたむきな願いは神に失われた力を呼び覚ました。悪しきサタンの島ウルフゼッペリンは神によって打ち滅ぼされるであろう。この演出いらない気もするんだけどね。なんか行きたい時に阿久津行きたいよね。あ、そうか、ゼッペリンの城か、よし行ってくるわって言って。そんなに俺自分に力がないと思ってないんだけどね。うん、よしよし行ってくるわ。じゃあ早速行くとしよう。わかりやすい。氷の魔法をぶっぱしましょう。どんな感じだったっけな、氷の魔法って。なんか天から降ってきたんだけど、それなんかメテオみたいな魔法もあるんですよね。よし、行きます、行きます。まあ使ってみよう。久しぶりだな、アクションパート。まあここのボスはね、あの弱いんで大丈夫です。あの大幅な改良がされてなければ。よし、じゃあ一つ行ってきます。いざー。もうこう上から行くんだからさ、ゼッペリンの部屋に行ってもいいよね、直接ね。バリーンって言って、神は来たぞってブシューって、ぐわー、サタン様平和になりましたって、そんな感じでもいいんだけどね。律儀に入り口から行くっていうね。まあなんか像がここにしかないのかな。うん、この像破壊されたらどうするんだろうね、俺ね。ね。でも壊せないようになってるんだろうな。強大な、なんか神の力で壊せないようになってんのよ。なんだこれ、いた危ない、びっくりした。読む。あ、調べる。あ、魔法使ってた。魔法発動。はいはい、長押し魔法選択。うん、OK。よし。よし、あ、はいはいはい。前方に氷の、あ、氷の刃を放つのか。刃放ってみようぜ。あーっとっと、危な。ちょ、こんな芋虫に使いたくないよな。もっとちゃんとした敵に使いたいな。うん。あら、こんなのあったな。これ下に行くんだっけな。下も確かなんかあったのよ。一番下に行くと、おお、ほら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 。なんだこいつら。この下は確かね、行っちゃいけないんじゃなかったかな。確か行っちゃいけなかったと思う。よし。魔法使ってみっか。おっと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 。うん。ここ降りていいのかな。魔法使ってみるか。いや、もったいないか。あいつに使う魔法。いった。ああ、素晴らしい。いいね。なかなかいい魔法。前方にいる敵に結構なダメージが期待できるな。おーし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 。あー、そう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 。あー、ちゃんとした、あー、ちゃんとしたビジュアルがすごい。月夜の魔貴族ウルフゼッペリン。まあちょっと魔法使い、魔法このセットしとこう。なんかこの人に近づくとね、サンダーとかしてくるんですよ。そう、あ、そう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 、懐かしい懐かしい。そんなんしてくんだよ。で、近づくとサンダーとかしてくる、これ。で、サンダーはこれ避けちゃえばいい。お、それ知らない攻撃だな。この下段に来た時がね、あのチャンスで、こうやってずっとここでこうやって、えいってやってればよかった気がする。今回もさすがにそんな感じの感じやらせて、簡単にやらせてくれたんじゃないですか。うん、なるほど。あ、いたで、この人 HP 半分を切るとね、あの狼になるんで。おっと、危ない。電気が好きなんだな。攻撃できないよこれじゃ。攻撃できんな。昇竜ソード半分になるので、半分になってからちょっとめんどくさいから、半分になった瞬間にもう魔法を打ち込もう。下段に来た瞬間に魔法を打ち込もう。下段に来る前待っとこう。遠く行くね。
来ないね。はっ、ここに来てほしい。ここに、そこはちょっとな。うん、まあまあ やっちゃえるかな、ご了承できるかな。これは下段に来てほしいんだけどな。もう次来なかったらもうやっちゃうわ。まずい。なになに、あ、そうそうそう、縦か。うん、やっぱスバメの弟子にあんまり強くないかもな。うん、トゥ、まあそこか。じゃあ中段に来た時にしよう。なかなかここ来ないんだよな。やっぱ自分が弱点の足場だと分かってんのかな。来ない。どこ行った。あ、向こうか。魔法ぶちかましたいんだけど。あ、来た来た来た。オッケー、これでいい。これで、これなるべくダメージ与えて。そうするとね、こう中央に来てね、多分ね。あれ、なんない。おや、おかしいですね。ウルフになるはずなんだよ、この人。いった、ちょちょちょ、痛い。こら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 、何それ。ちょ、こらこら、もう知らん。やっちゃえ。もうやっちゃえ、やっちま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 え。よし、やった。あれ、やってない。あれ、あ、まさか。ああ、そういうことか。マジか。やめてやめて。こい、あ、ちょ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 、あぶる。そういうことかい。うわー、お前が2回切れるの俺だって2回切れるんだよ。ほら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 、はっ、よし、オッケー。あ、いた、いた。おい、おれ、甘いわ。よし、あり。ちょっと SFC 版プレイしてた人は何だろう、ちょっとあの、これ引っかかったんじゃないかな。あるあるなんじゃない、俺もそれやったわとか、うん、コメントが欲しいところだ。まあちょっと焦ったけど復活したし OK でしたね。今作は神強すぎるわ。うん、さすがなんか満を持して登場するだけあるね。うん、ウルフ・セッペリンが倒れた、我らが神の勝利だ。うん、ウルフ・セッペリンの真意を聞きたかったですよね。うん、まあでももともと魔族だって言ったから無理か。人間の取り込んで人間の心がちったあるかなと思ったけど、うん、そんなでもなかったですね。ブラッドボールで限られない人々も生きていくことでしょう。同時に私にあった使命はあなたと共にあります。その証としてこの宝玉を捧げます。うん、これで、フィロトスと、ダニエルちゃんが呼べると。うん、僕ちょっとだけ思ったんですけど、ウルフ・セッペリンは本当に長年地下に住んでいたダニエルに気がついてなかったんでしょうか。あ、なに、そういうこと言っちゃう。気づいていながらも親心みたいなやつで生かしていたんじゃないかって。もう いいよ、それはもう倒しちゃったんだから。死人に口なしだ、天使。うん、まあ考えを聞こう。どっか人間の子が残っていたと、うん、ちっちゃい子まで、こんな子供まで手にかけるほど、私は、そんな魔族ではないみたいな、プライドみたいなのあったかもしれないね。うん。まあ、思い過ごしだと思うけどね。うん、まあでも、なんか、あれかな、知ってたけど、なんか、そんな女子供殺したところでどうにもならんみたいな感じ かもしれないね。うん。まあでも、まあ、心底ゲスな、モンスターではなさそうですよね。うん。話通じるしね。ミュータロスなんかね、もう、いきなり話もせずにね、斧振り回してきたからね。はい、わかりました。よし。